およそ15万坪というスノーピーク本社の施設内に完成したリゾート施設、スノーピークフィールドスイートスパヘッドクォーターズ。その全貌は、入り口入りますと、まず天井に目が行きますね。これは薪でしょうか。さすがアウトドアメーカーならではですね。エントランス付近にはスノーピークのアウトドアグッズや限定の土産品などを揃えたショップ、レストランでは新潟はもちろん全国各地から集めた食材が味わえるといいます。そして宿泊エリアは、こちらはヴィラスイートです。とても広い室内で一面ガラス張りになっています。広いテラスにはなんと露天風呂までついています。自然と一体感を感じられるような開放的な空間になっています。100平方メートルという広さで定員は4人、料金は22万円から。一方、重箱は自然を身近に感じることができます。サウナも備えた温泉からは泡ヶ岳が一望できます。宿泊だけでなく日帰りでも利用できます。スノーピークのこだわりが詰まった施設、今日は開業式典が開かれました。豊かな自然体験、体験価値をここに訪れる皆様にご提供していけるよう、引き続きスタッフ一同頑張ってまいりますので。設計は県内ではアオーレ長岡を手掛けた建築家隈研吾さん。コロナの後、我々ですね、いよいよ自然に帰りたい、もっと自然に近づきたいという時代がやってまいります。そういう時代を予見する、そういう時代を引っ張っていくような施設ができたと思っております。リゾートの構想は10年以上前から練り上げ、完成に至りました。製品から体験にシフトし、体験の進化を深めることにより、よりコアユーザーさんの創出であったり、ライフバリューの提供価値を存分に最大限発揮していきたいと思っております。新型コロナの影響がアウトドア人気の追い風となっています。山井社長は、キャンプ好きの人が新たに訪れる場所、また地元の人が自然に触れるきっかけとなる場所にしたいと言います。コロナの影響もあり、世界中の人たちが自然とのつながり、人とのつながりの重要性を再認識したタイミングに、我々も未来のビジョンとして自然志向の人生価値を提供しようという大きなビジョンを持って、この時期に開業できたことは非常に会社にとっても重要なタイミングで開業できたと思っております。施設は明日オープン。新たなにぎわいの拠点となるか注目です。